日本の女優。2012年に没するまで、東方芸能に所属していた。東京府笛原郡駒沢村出身。駒沢小学校卒業。小学校を卒業後、ムーランルージュを経て、1947年に、東方へ入社。戦時中には、広島原爆で全滅した、移動劇団桜隊に所属していたが、出産で、広島にいなかったため、被爆を免れた。 1954年頃から数年間東映に移籍していたが、再び東方へ戻った。黒沢明作品に最も多く出演している女優とされ、野ライヌではリメイク版にも出演した。脇役は一つでも緩るもうなら全体がダメになる、四隅のネジと同じ、出演依頼がある限り、仕事を続けたいとの信念を持ち、テレビドラマでは、不契役もこなした。80歳を超えても、 芸能活動を続け、晩年には、踊る、三馬五点、にも出演していた。2007年に芸能活動を引退。2012年12月27日、老衰のために東京都内の病院にて永民、90歳没。深浦か奈子は、生前、尊敬し目標とする女優に、戦国の名を挙げていた。森村誠一、異常の太陽ほか多数。 ありがとうございます。